国際卓球連盟は卓球の国際競技連盟であり、世界卓球選手権を主催する団体である。本部はスイスローザンヌにある。2017年5月に加盟国、地域数が226となり、国際競技連盟の中で、加盟協会数が最も多いスポーツ連盟になった。2019年9月現在、トーマス・バイカットが会長を務めている。 初めての国際大会は1926年1月にドイツ・ベルリンで開催され、オーストリア、ドイツ、ハンガリー、スウェーデンの4カ国の尽力で同連盟が設立された。後に世界選手権第1回大会がロンドンで開催された。ロイエバンズ会長時代に1988年のソウルオリンピックより卓球をオリンピック種目とすることを実現した。 小木村一郎小木村一郎会長時代に青い卓球台の導入、ラージボールの創設が行われた。また1991年世界選手権、千葉大会での統一コリアチーム結成を後押しした。アダムシャララ、トーマスバイカット、アダムシャララが会長となってから、テレビ時代にあったルール変更が行われ、直径 38mm であったボールの 40mm への変更。 1>, 1ゲーム21点制から11点制への変更などが行われている。2004年3月5日、ドーハでの理事会で2006年9月1日以降の会場内での接着剤使用を及び2007年9月1日以降の接着剤の使用を禁じた。2005年の総会で木村沖春が副会長に就任することが決定した。2013年の総会で、 前原正宏が副会長に就任することが決定した。2014年4月30日、年次総会の記者会見で、アダムシャララ会長が9月1日で会長職を辞任すると発表された。会長職は2017年の年次総会での会長選挙までは、トーマス・ワイカット会長代理が務める。また、新たに作られたチェアマンという職務に、 アダム・シャララが就任する加盟協会数は、第一回世界卓球選手権が開催された1926年、当時は9に過ぎなかったが、1951年に50を超え、2006年に200を突破、2017年には226まで増大し、国際競技連盟に登録可能なすべての国と地域が加盟した初めてのスポーツ連盟となった。2014年現在、 国際卓球連盟の加盟協会数は220となっている。世界選手権の規模が巨大化しているため、国際卓球連盟理事会で大会を縮小することが決定した。アダム・シャララ会長はインタビューで、歴史的に卓球競技はどの協会でも世界選手権に参加できるやり方をしてきた。組織委員会が受け入れることができれば、それを維持したいが、 2014年東京大会の規模で、日本卓球協会でさえ難しいという状況であった。日本で難しいということは、他の国ではできないことを意味すると述べている。アイボア、モンタギュー・イングランド1926年の1967年、ロイ・エヴァンズ・ウェールズ1967年の1987年、小木村一郎日本1987年の1994年スベン。 オロフ・ハンマルルンド・スウェーデン1994年の1995年、ジョトライ、中国1995年の1999年、アダム・シャララ・カナダ1999年の2014年、トーマス・バイカット・ドイツ2014年現在現在の ITTF 大会とオリンピック試合、AMT、WT、男子チーム、女子チーム MS、WS、男子、 女子シングルス MD、WD、男子、女子ダブルス XD、混合ダブルス。ありがとうございます。